根拠のない情報として拡散された習近平主席の転落や脳卒中説は、2024年3月の会議の画像に基づいている。信頼できる情報源では、7月25日時点で主席の重篤な状態は確認されていない。画像は2024年3月の全人代のものだ。トランプ元大統領の副大統領候補バンス上院議員が民主党の女性幹部を中傷した発言が問題視されています。バンス議員は出産経験のない惨めな女性などと発言しました。この発言は SNS で拡散し、女性から強い反発が寄せられています。ガーカシュ・テイラー・スウィフトや人気女優ジェニファー・アニストンもバンス議員を批判しています。日本でもバンス議員の発言を非難する声が多数上がっています。一方、中西部では受け入れられるとの意見や、バンス議員の発言が皮肉にもハリス氏の勝利に有利になるとの皮肉的なコメントも見られます。32年前、氷の微笑でブレイクしたシャロン・ストーン66が衝撃告白をした。43歳の時、脳卒中で生存率 1% と診断され、9日間にわたる発作で脳が移動したという。嗅覚や視覚などの感覚が変化し、しばらく字も読めなかった。また、回復後には約30億円の預金が消えており、多くの人に利用されたと語った。